えー、それではですね、えー、早速ではございますけれども、えー、一部の方ですね、資産管理法人設立のポイントというテーマでですね、えー、早速セミナーの方を進めさせていただきたいというふうに思います。で、えー、初めての方もですね、あのいらっしゃるかと思いますので、あのまず簡単にあの自己紹介の方をさせていただければと思います。えー、私ですね、地方担当させていただきます。あの税理士のほたてと申します。よろしくお願いいたします。 簡単に経歴ですけれども大学卒業後ですね大手の税理士法人のにあに入りまして7年ほど経験を積んでまいりましたそこではですね一応メガバンクの方にほうに出向いたしまして資産家の方に対してですね事業承継のご提案相続のご提案そういったものをですね長年やってまいりまして昨年、ですね独立をいたしまして今、c f ネットさんとですね協力をして えーまあ、そういう資産をお持ちの方のですね、まあ、コンサルティング業務の方に従事をさせていただいております。で、まあ、実家はですね、まあ、石材店、えー、実家の方もですね一応事業会社の方をやっておりますので、私も今、実験的にですね、まあ、一応あの相続対策をですね、えー、実践しながらやっているところでございます。で、あとは不動産の方もですね、えー、私の方も保有しておりますので、えー、一応、大家としてですね、えー、まあ何か。 え節税になることはないかとですねまあ日々研究をしながらえ業務の方を行っているというところでございます。でまあ,あの初めてですねお越しの方はまあ若い税理士でですねまあ大丈夫かなこの税理士大丈夫かなって思われる方ですねえ中にはいらっしゃると思うんですけれどもまあそれはあの当然でですね結構あの税理士え平均年齢非常に高いんですねえ平均年齢がまあ63歳とえ言われてまして。 あのまあ研修の方ですね、私も税理士会の研修なんか行ったりしてるんですけれども、あの本当になんか老人会と間違えるんじゃないかぐらいの感じで、ですね、まあ、結構そういうような業界なんですね。ただ、ああ税理士とは言いましても、ですね、まあ、結構実はあの税理士によって、ですね考え方のスタンスっていうのがですね、まあ、人それぞれで全く違います。で中には、ですね、まあ、やはりもう、そうですね、税金を納めてなんぼ、税金を納めてまあ正義だと。 まあ節税なんてもってのほかとですねまあ言っているような税理士もですねまあ実際に中にはいますしえ不動産投資なんだそれというような税理士も中にはいます、えー、その中で,ですねまあ私はあの c f ネ e t さんと組んで,ですねまあ資産をお持ちの方のえまあまりですねこう税金の方も税負担の方がやはりまあこの後またお話はしますけれどもまあ負担感ですねまあ非常に増えていると思うんですねでその中にさすがにの脱税指南の方はですは当然しないんですけれども まあ、合法の範囲内で,です、ね、何かこう節税することはないかとです、ね、できるものはないかというところで、まあ、日々あの研究をしながらです、ねえー、業務の方を行ってまいりますので、まあ、そういうスタンスに同調していただける方はです、ね、まあ、ぜひ、えー、トーセミナーなんかを聞いていただいてです、ね、まあ、ついてきていただければというふうに思っております。えー、じゃあ、早速ですね、えー、いきなりあの質問なんですけれども。 まあ年収1億円ですね、えー、持っている方の税負担、えー、果たしていくらぐらいか分かりますでしょうか。まあ、これです、ね、あの日経新聞の記事にですね書いてたものを抜粋しているんですけれども、年収1億円の方のです、ね、税負担、なんとですね、まあ、4927万円ということで、まあ、半分も税金で持ってかれてしまうようなですね えーま、税構造日本の所得税というふうになっていますあのま香港なんかはですね、ま、1472万円ということでもう香港の3倍3.3倍ぐらいなんですねでこの中にはですね社会保険なんか入ってないですから、ま、社会保険料負担なんてものを考えるとですねもう半分以上はもう税金で持っていかれてしまうというようなですね状況になってしまっていますでそれ以外にもですね まあいわゆる出国税、まあ、これも日経新聞の記事とか読まれている方はですねご存知の税制かと思うんですけれども、まあ、これも今年の7月からですね、まあ、すでに施行されています、まあ、有価証券なんかをですね1億円以上持っている方が海外に移住しようなんていう場合には、ですねその出国のタイミングでですね、まあ、税金を払ってくださいねというような制度ですね。 でまあ、その出国税のみならずです、ね、まあ、ここのところ、えーまあ、いわゆる資産家にとってみればです、ね、大きい税制改正、まあ、所得税のです、ね、最高税率の引き上げですとか、あとはまあご存知の通り、相続税の基礎控除のまあ引き下げ、えー、あとはまあ出国税ですね、まあ、あとはまあマイナンバー制度ですね、まあ、こういったものがまあ控えております、あとはまあ消費税の増税ですとか、えーまあ、そういったものが控えておりますので、 やはり資産家にとってみればです、ねまあ、頭の痛い問題が山沿いになっていらっしゃるんじゃないかなというところでございますじゃあどうすればいいのかというところなんですけれども、まあ、これからの資産運用はです、ねまあ、資産管理法人で行うということで、まあ、これはまあ私の持論ではありますあの専門家によってもですね、まあ、多々意見はあると思うんですけれども 私はやはりあの資産運用についてはですね、まあ今後法人を使ってですね、まあやっていくような流れにはなってくるんじゃないかなというふうに思っています。え、皆様こんにちは。えー、CF 熱東京社の中本と申します。よろしくお願いいたします。 一応あの後半の方はですね、ま前半であの法人設立のポイントということで、マホタテ税理士の方からですね、まあいろいろとご紹介ご説明いただきましたけれども、ま私の方でま後半ということで担当させていただきます。まあ実際の法人を設立しまして、そしてまどういうふうにこうま不動産の取得をですね進めていくのかと。 というところで、まあ、具体的なその資金調達ですとか、まあ、そのへの、ねえー、まの内容につきまして、いろいろとお話しできればなというふうに思っております。えー、まあ自己紹介というところで,です、ね、えー、まあ今日うはの初めてまあ弊社のセミナーをご参加いただく方も多いかと思うんですけれども、えー、私、もう c f ネットで約13年ほど、こういった仕事をです、ね、えー、まあこういった仕事といいまして、アセット、まあ、資産形成のお手伝いですね、えー、やらせていただいております。 出身は九州の宮崎というところですけれども、そこから12、3年ほど前に上京してきまして、横浜に住んでおります、今、ここから歩いて10分かからないところぐらいに、ね、東京本社という銀座に事務所がありますので、そこで普段だん、皆様の資産形成に対するご相談、アドバイス、そして不動産の実務ということで,です、ね、やらせていただいております。資産管理法人での資産形成の流れというところですね、ちょっと前置き、長くなりましたけれども。 えー、不動産を取得する流れと、まあ、スケジュール、まあ、こんな感じです。えーまあ、不動産投資と、まあ、不動産投資と言いましても、まあ、あくまでもまあ貸し上げようということですので、まあ、事業なんですけれども、えーまあ、こんな流れで進めていくと、一、えー、から丸十と、まあ、物件を探しますね、えー、不動産探しと、えー、で儲かるかどうかということは投資分析します。で実際見に行って で、買うか買わないか買い付け、まあ、価格交渉とかあればですね、それを含めて買い付け入れて、で、銀行の事前資産を貸してくれるかどうかと。で、実際契もしそこで問題なければご契約して、で、ローンの本申し込みしたりとか、で、ローンを借りる契約という承認が出ればですね、そして最終的に決済、えー、お金を借りて、お金を売り主さんに対して買う場合はですね、払って、所有権が移ると。で、えー、管理を自分で管理するのでなければですね、どこかに管理会社にこう管理を任せる契約も済むと。 いう,ような流れとで、まあ、実際はその物件探しと同時並行してまあ法人設立というような感じです。で、まあ、ただですね、あのー、物件探しでご契約が先行することもありますねあとで法人設立を進めるとというのが なかなかどのタイミングで物件が出てくるかって分からないのでまずは一旦個人名義で物件を押えて押さえないとやっぱり逃げちゃう逃げちゃいますので不動産の情報って生ものですのでまずは一旦ご契約は個人名義で押さえてしまってあとで法人設立して法人契約にこう名義を変更するというのも実務的にはあったりします、えーまあ、ですので「1」「法人設立」と書いてますけどこれはもう後付けで法人設立をやったりというのもまあよくありますね。 丸5で,で銀行事前審査と書いておりますけど、まあ、これはあの本当は一番最初ですね、えー、まあこんな不動産欲しいんですということでよくまあご相談いただきます例えば3億ぐらいの1棟の RC、えー、欲しいんですということで,です、ね、よくまあお話を伺ってみますとちょっと銀行のローンが難しいんじゃないかなということで、えーまあ絵にまあ、言ってしまえば絵に描いた餅ということでですね、まあ想像だけこう まあいれば今も書店行きますといろんな本が並んでますねインターネットでもこんなことできますよとかあんなことできますよいろんな方がいろんなことをおっしゃってて、まあ、何ができて何ができないのかなかなか分からなくなっているということでですね想像だけこうちょっと先行してしまっているような方もたまにいらっしゃったりするんですけれどもそこをそ現実的に一体自分は何ができるのかっていうところを把握するために やっぱり銀行の事前審査が最初に必要になるなというところですね。えー、じゃあ1億借りられるのか2億借りられるのか、まあ、全然お金借りられないのかというところで全くお金借りられないということになればあじゃあ現金を使って買ってじゃあそれを担保にこう資産を膨らませていくとかですね、まあ、ちょっと作戦が変わってくるというところでまずは作戦をどういう作戦を立てられるのかというところで,です、ね、銀行の事前審査がまあ必要になりますねというところで、まあ、法人の設立よりも実は前へと。 というところですね銀行の事前審査なぜか、えー、この方ちょっと法人設立してまでもやる方ではないですよねというふうに銀行から言われたりすることもあります、えー、それは何かといえます、まあ、5年収だったりご資産の背景、まあ、資産背景とかですねそういったこともありますので。 この方で法人設立して、まあお金どれぐらい貸してくれますかというような聞き方であの打診かけます。えー、それでまあじゃあこの方だったら大丈夫ですよということであればですね、えー、まあ法人設立を進めていただいたり、まあ先に物件探しを進めていた、進めさせていただいたりとか。